本日は約2年ぶりの坂戸ボーイズ潜入です。選手たちが早速ボールを集めています。みんなダッシュで、いやー、いい光景ですね。それでは練習の様子ご覧ください。はい、どうぞ。いいです。今見たかな、ボール拾い見たかな、ボール拾い。これ何秒以内に全部ボールを拾い終わらないとペナルティでバービーがあるっていう。よしよし、さあ、やっぱすげえ速いペースで、もう2年前やったんだもん。だいぶやられたんで、それがまだ未だに継承されてるんですよ。でも楽しく、エンジョイベースボールなんで楽しくやってます。今日お願いします。お願いします。何年生ですか今？1年生です。先生、どんな選手になりたいですか？ファーストレギュラーを取って、上位打線を取りたいです。なるほど、じゃあ今日1日お願いします。お願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、何年生ですか？1年生です。1年生、じゃあちょっとどういう選手になりたいとかって？みんなに見立ってるような声出してどんどん打てるバッターになりたいです。はい、じゃあ今日僕らも盛り上げてくるんで1日お願いします。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 何年生？1年生です。1年生、1年生多いな。自分のアピールしたいところとかって？今日1日カメラ回るんで。自分ピッチャーなんで、おコントロールはあんまり良くないけど、まあ早いんで、おお、見ていただけない。そうだ、今日対決ももしあれだったらさせてもらえればと思うから、いい勝負しましょう。はい、一日お願いします。お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。はい、本日一日よろしくお願いします。お願いします。何年生？1年生です。本当に1年生多いんだな。はい、今日一日参加させてもらってカメラ回してもらさせてもらうんだけど、はい、なんか自分のここ見てほしいとかっていうのがあれば。いや、今ちょっと怪我して。あー、そうなの。はい、じゃあ早く直してね。はい、今度また撮影来れたんですが、まあ、声でもねアピールできるんで。はい、じゃあ今日は一日よろしくお願いします。お願いします。はい、おはようございます。何年生？1年生です。マジで1年生多いな。1年生しか会ってないな、まだ。はいはい、なんかどんな選手になりたいとかって、自分今こんな選手だよみたいなの。怪我してるんですけど、あ、治りかけでノーヒットノーラン狙いたい。おお、ピッチャー。はい、じゃあまあ焦らず怪我直して、はい、そういった選手になってください。はい、今日一日お願いします。お願いします。おはようございます。今日一日お願いします。お願いします。何年生ですか？1年です。1年生、はい、どう？チームは楽しいです。楽しい、はい、1年生結構入ったって言ってたもんね、みんな。はい、今日なんか1日カメラ回すんだけど、なんかどんなプレーを見てほしいとかってのがあれば。自分のピッチングを見てもらいたいです。ピッチャー。はい、オッケー、じゃあね、今日対決もあるかもしれないから、そうなったらお願いね。はい、お願いします。はい、一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、本日、坂戸ボーイズさん出席してもらっております。今回は柴監督に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、めちゃめちゃお久しぶりだと思います。お久しぶりです。2年ぶりだと思うんですけど。お世話になっております。以前は日高の方で、やってましたけども、はい、それから移転されたということで、はい、今はどのあたりでやられてますか？今坂戸の大谷小の裏手にあたる、はい、ちょっと場所は狭いんですけど、そこにちょっとグラウンドを作っていただいて、それで後々は拡張して球場になる予定なんですが、はい、今はちょっとまだ内野プラスアルファぐらいな感じで、はい、なるほど、そうなんですね。はい、今回は、城西大学の、グラウンドをお借りしてるんですけども、はい、土曜日にメインで使っているということで、はい、広いですもんね。そうですね、おかげさまでこちらをお借りすることができまして、はい、土曜日はここでオープン戦をしたり、はいはいはい、バッティング練習を主にやらせていただいてます。じゃあ普段のグラウンドでは、ね、ノックがメインっていう感じ？そうですね、あとはバッティング練習もするんですけど、はい、遠くに飛ばしていけないバッティング練習なるほど、なるほど。今部員が約40名ほどいると聞いたんですけども、はい、昨年全国に行ったっていうのを聞いてますし。そうですね、はい、本当に2年ぶりに来ましたけど、全く、まあ、今3年生の子が1年生の時の、撮影だったんですけど、今回は本当ほとんど初めてお会いするんですけど、はい、みんなやっぱ知ってくれてて、ちょっとやりやすいっていうのもありましたし、はい、やっぱすごくこう他のチームと違って、なんかこう固くならず伸び伸びやってる、はい。まあ、うちのモットーがエンジョイベースボールなんで、はいはいはい、そうですね、以前も言われてたと思うんですけど、はい、
いや本当その通りで楽しく言ってますやってますし、インタビューをしてもサカドボーイズのいいところはみんな仲がいいところ、上位関係がないところ、でも締めるところはしっかり締めるところです。感じでやっぱりあとはもう監督コーチの指導がすごくためになって。なるほど。めちゃめちゃ言ってました。いいですね。ちゃんと分かってます、ね。分かってます。チームの特徴をお聞きしたいんですけど、はい、うちは高校に行って、まあレギュラーを目指すような中学校でなるべくその力をつけるという、でその力をつけたものを、試合で発揮しようって話して、はい、でまあ、当然ねこう力がなければ、勝つことは難しいし、はい、で勝ちたいならその つけた力を試合で発揮しようっていう、それが結果だと思うんで、はい、結果を出したければみんな頑張れよっていう話をして、で普段こう練習も強制的にやらすんじゃなくて頑張れるやつは頑張るだけやらしてる感じですかね、はいはい、積極性が出ますもんね。そうですね。でなるべくオープン戦を多めにして、はい、まあ、そこで試合のこう、出場機会を与えて、それでできなかったことを練習に当ててるような感じで、あ、それでもちろんその中でオープン戦でいい結果が出たやつらを選手たちを公式戦で、選んでる感じなんですよね、はいはい、1年生でも2年生がいる試合に出ることも、あ、もちろんもちろん、はい、今年の夏の大会は3年の試合に1年生出てます、はい、あ、本当ですか、はいはいはい、なかなかな、他のね強いチームなんかはなかなかやっぱ3年生は3年生でこうなんかメインで出てると思うんですけど、そうですね、まあなんかこうね、うん、ポッとこう1年生が3年生の試合に出ることもありますけど、はい、やっぱメインはやっぱ3年生がこうメインでバッと出てるイメージがあるので、そういうところで今1年生でも実力のある選手が、そうですね、はい、実力のある選手は上の先輩の試合でも出てってるっていうことですもんね、はい、今いる選手たちにどんな選手になってほしいですか、将来的に。そうですね、やっぱりこう頑張れる選手ですね、はい、いろいろ周りを見れる選手とか、はい、だからね、こうもちろん自分だけっていうのもあるんですけど、はい、やっぱりこう周りを見ながらそのいろいろ仲間たちと一緒に頑張っていける選手になってほしいなって思いますね、はいはい、間違いなくもういい選手ばかり集まっていらっしゃいますし、今後楽しみだなって。そうですね、僕的にもツイッターの方で、ね、大会の結果とか結構出してもらうんですけど、お全国行ってるとか、すごいなんか強豪チームに勝ってるとか結構感じてたので、もう楽しみです。そうですね、本当にこうその時のその時の第二のと違うんですけども、はい、やっぱりこう頑張りようのこうなんだろう、当然そういうやる気のある選手たちが集まれば、人数少なくてもそれで勝つことできたって。そうですよ、ね、全国行った時もなんか部員がそんなにいなくて、うちは14人で14人で全国なんかあれですね、メジャーみたいな本当に少ない人数ですごいと思います。はい、では、まあ、今10月なんですけども、まあ、一応半年ぐらいしたらやっぱ次の1年生が、はい、新1年生が入ってくると思うんですけど、どういった選手に来てもらいたいとか。そうですね、やっぱりこうとにかくやる気のある子、やる気のある子、はい、もう、うちは技術は特に関係ないんですけど、はい、とにかくやる気あってガッツのある選手には来てほしいですね。うちは3年間かけて高校で活躍できる選手になってほしいんで、はいはい、3年間かけて頑張れる選手を来ていただければ、本当ね、今の OB たちもいろんな学校で頑張ってくれてるので、はい、そういう風になってほしいですね。なるほどですね。ちなみに今の OB の選手とかで結構本当にこう甲子園出るような高校に進学してる人たちもいらっしゃるんですか。もちろん選手たちが、はい、うちは10人選ばしてるんで、はい、ここに行けとかはなく、はい、本当にこういろんなところに、行っています、ね、でも割と強豪チームではないので、
家が近所だからここがいいとかあとは OB がたくさんいるからここがいいとか、はい、まあ、そういう感じであのいろいろ、まあ、選んでもらってるんですけど、はい、でも中にはあのもう入った時からあのここに行きたいですっていう選手がいてくれて、一人知ってます、あの明徳に行きたいっていう子がいてそいつ今年3年生あ、本当ですか、はい、終わっ最後まで頑張ってくれて、はいはい、一応フォロー、インスタかツイッターかがフォローされてるので、はい、たまにこう連絡来るんですけど覚えてますか、はい、でもあれもあの中学時代はずっと怪我で、ああそうですよね、出れなかったんですけど、でも一番最初に入ってきた時の夢は叶えて、はい、本当3年間頑張ってくれたんで、そうですよね、やっぱ夢とかやっぱあるとやっぱ口に出すと叶うことがやっぱあると思うので、そうですね、はい、やっぱ思ってるだけじゃなくてこう口に出して行くと夢が叶うと思うんです、そうですね、そうするとやっぱきっと動きますしね、そうですね、いや練習しないでじゃあ全国行けるかって言うといけないです、いけないいけない、絶対いけないと、そんな甘くないと思います、はいはい、しかもこの地区的にやっぱこうね、強豪チームがやっぱ、そうですね、集まってるじゃないですか、そうですね、そうですよね、その中でやっぱいかに自分たちで頑張るかどうかだと思うので、そうですね、はい、そういった選手が今後入ってくれることを願って、そうですね、また僕、はい、僕ら来年も再来年も伺うと思うので、あ、もうぜひ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 、いつでもいらっしゃいます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、本日は、芝監督さんに、インタビューさせてもらいました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。サカノボーイズー！オッケー！ありがとう！ありがとう！本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではアイシャー翔平TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。